どうもこんにちは。極真空手歴20年以上のアオクと言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。大山空手 VS ムエタイの3対3マッチ、あらゆる格闘技、そして空手及びムエタイが他の格闘技との交流、対戦、その出発点であり、そこから大きく飛躍し、日本の大山空手が世界の極真空手に飛躍する転換点ともいえる出来事、それを今回は技術論を交えてお話しさせていただきたいと思います。1962年の夏、当時体式ボクシングと呼ばれていたムエタイを日本に普及させようとしていた野口治は、その過程で大山マスターズと接触、実戦空手のあり方、ムエタイの強さ、世界大会の構想など語り、その結果ムエタイと試合をという流れになったといいます。それに黒崎武時が、その時現役バリバリで活躍していた、地についた基本、理にかなった方、華麗なる組手の体現者岡田博文、大山抹殺が認めた天才大山康彦、大山抹殺の後継者とも謳われた中村忠、スモールタイガー藤平明の4人を選出したといいます。その後4人は黒崎武時の指導のもと、毎朝10キロの日曜日ごとに往復50キロの走り込み、成増道場でスパーリング、大きなそろばんの上での正座、3日間の断食、1963年の夏には鬼怒川での1ヶ月もの合宿を行い、空手の稽古に加え50番連続の相撲や犬かきしか使わず川を逆流したり、20分も木にしがみついたりといった特殊な稽古をこなしたといいます。合宿から戻り、野口治により設定されたスパーリングでは、初めて相対するムエタイ選手たちを相手に、大山康彦が変則の回し蹴で相手のテンプルを切り、そこから引き込んでの膝蹴りでなんと驚きの応答させたといいます。続いて今度は中村忠が前蹴りの一撃で悶絶させ、ボクサーとパンチのみで戦い、これまた驚愕のあまりにパワフルなパンチ力のため相手の体を浮かせての圧勝を決めたといいます。しかし当初その年の10月だった試合の予定は12月、翌年1月と繰り返し延期され、その過程で就職や学業、家庭の事情により大山康彦や岡田博文は遠征を辞退。1964年1月15日、藤平明雄、中村忠、それを引き連れるコーチとして黒崎武時の3名が羽田を立ったといいます。その際大山抹殺は黒崎武時に、君、野口は必ず君に試合に出てくれと言ってくるよ、君絶対に試合をしてはいけないよ、野口の話に乗ってはいけないよと耳打ちをしたといいます。バンコクの気温は40度、異文化による雰囲気、香りの違い、車庫での練習、それにより下痢などの体調を崩しながら、ルールをいかにするかで大激論を交わし、完全ムエタイルールになりそうなところを投げあり、この場合はポイントになる、倒れた相手への攻撃はなし、頭突きありというところに落ち着いたといいます。そしてやはりもともと4試合のつもりが2試合では足りないということで、黒崎武時に白羽の矢が立ち、即座にやりましょうと OK してしまったといいます。監督ということで全く稽古をしておらず、35歳という年齢、二人は稽古中に親指の爪を負傷し、可能し腫れ上がり、靴を履くにも困難なほどの激痛が走り、
試合数日前に足の爪を取って膿を抜きましたが、完治せずの当日になってしまったという話です。2月12日ルンビニースタジアムは1万数千人のぎっしりの満員だったという、日本の選手は墓場に連れて行ってやるというポスターがたくさん出ていたといいます。先方は黒崎武時、自らの試合を二人に見せて、その戦い方を観察させ、対決を有利に導こうとしていたと語っています。相手は元ベルター級チャンピオンのラビー・デ・チャーチャー。道着を着てリングに上がり、塩に頭を下げ、そして試合開始。ジャブを放つラビーに対して黒崎武時は肩を上下させます。そしてラビー踏み込んでのものすさまじいローキック、その威力に体は振って、藤平明夫の回想によると、それまでローキックなんて見たことも聞いたこともなかったという話ですから、これはすさまじい衝撃であったでしょう。右ハイキックをかわし、左ミドルキックを食らい、それをつかみ投げ飛ばす。ローキックはきつい。もしそうだとするなら、スネーキもほとんど知らないわけですから、そうなると組みつくしかありません。肘打ちは飛んでくる。それも組みついていくせいで、持ち上げてマットに叩きつける。ローキックをかわして前に突進、組みつこうとした時に肘打ちをカウンターで合わせられます。押し倒しますが、当然のドクターチェック。この時左の目の下をパックリと切ってしまったという話。再開後も突進、相手のパンチ、蹴り、肘を防ぐにはこれしかありません。しかしそれでも膝蹴りが腹にめり込む。一発だけ左の拳が捉えたように見えますが、またも組みつく。一見ではわからない高度な間合いのやり取りが繰り返されます。その後頭部に上から肘打ち、さらに肘と飛んできて、それに左右の拳を返します。足が可能している以上、相手の蹴りの技術がある意味では上回っている以上、これしかない。しかしローキックをこらえて組み伏せ、おそらく同じように組みつこうとしたそのタイミングを狙われ、下からあまりにも鮮やかな肘打ちを顎に合わせられてしまいます。ここで万事休す。心は起き上がろうとしているようでしたが、体がついています。そのつなぎ合わせる神経を断たれたかのように、黒崎武時は1ラウンド2分35分KO 負けを喫してしまうことになりました。担架に乗せられて運ばれる黒崎武時を見て、残りの2人は奮起。ついて出場した中村忠は単サレンと相対し、三日月蹴りからの中段回し蹴りでなんと驚きの段を奪ったといいます。中段回し蹴り、左ミドルといえばムエタイの代名詞ともいえる技だ。ほとんどこれでポイントの取り合いをしている。それをまさかの腹にあって、ダウンを奪うというのは、ムエタイ、キックボクシングを知らない空手家にとって、もはや神業に近い。さらに、ボディへのストレート。それは、政権中断好き。それで、2度のダウンを追加し、2ラウンド、そこからの右ストレート。右、政権上段好きで1分48秒。完全なるノックアウト勝ちを奪ったという話。ムエタイ、そして空手の代名詞ともいえる技で完膚なきまでの勝利。極真史上最強の一人と語られることもある中村忠の強さのその片鱗、それを見せつけたような結果と言えるでしょう。その結果にムエタイ関係者、タイのファンは驚愕し、誰もが日本の空手などと甘い考えを持っていただきに、その事実が受け入れられず、タンサレンはその後北辱的行為とみなされ、ムエタイの世界から追放されることになったといいます。そして最終戦、藤平明夫 VS パンファイ・ルーク・コンテ。倒す、何が何でもぶっ倒してやる。一勝一敗の中、自らの肩に極真、大山からと
日本のブドウの威信がかかっております。生きて帰れないかもしれないと無双する中、誰だから藤平明雄はリングに上がったともされ、本人の話によると膝蹴りも肘打ちも蹴りも何の情報もなく作戦もなく、ただ前に出ればいいとマットに上がったと語ります。開始早々いきなりのローキック、それまでローキックなんて蹴ったこともなかったというのが飛び出すというあたり、さすがの修羅場のくぐり方と言えるでしょうか。左右パンチ、膝蹴りでロープまで追い込む、まるで初めから定められた盾のように流れるような連続攻撃、組みつかれながらもアッパーを連打連打連打、そのまま首相撲の要領でマットに座りつける、するとそこから怒涛のようにパウファイルーフコンダイの膝蹴り膝蹴り膝蹴り、守る術を知らない藤平明雄はやられるがまま、しかしその一瞬の隙を突き首を掴んでぶん投げる、すさまじい体幹腰の強さ、肘が目の前を通過するときビャーって音がした、なんじゃと驚愕、しかし下がったら一方的だと前に出たと藤井田明は語ります。ミドルから首相撲、膝蹴ると何発何十発とボディに攻撃の嵐を降らせられますが、崩れず折れずぶん投げの逆襲、疲れていても早く立たないとダウンを取られると慌てて立ち上がる、相手の体勢が整わないうちに左上段鍵突きからの右中段鍵突き、そして投げる、この時の肘打ちで鎖骨が折れたという話ですが、その時は本人気づかなかったと語ります。そして何度目かの膝蹴りに合わせての右ストレートでダウン、すごいすごい技術と勝負根性、そして藤平明雄は立ってくるなこの野郎と怒鳴ったと言います。もつれて倒れゾンビのように立ち上がるという壮絶な死闘の果てに、相手が組みつくタイミングを狙っての右フック、さらに左が顎を捉え右が通る、左が外れ、そして右フックがまともに顎を捉えダウン、一度目をはるかに超える想像を絶する衝撃、この時のことを藤平明雄は覚えていないという、その中でも自らの試合を見ながら語ったのリングの真ん中なの、五発目が当たってるんだ、普通ワンツースリーが当たって倒れるというなら分かるけど、五発目が当たって倒れてるんだ、だから五発も六発も打っても倒す先の力があったのかな、驚いてるよ自分、普通ボクシングにもパンパンって倒す、三発くらいだけど五発目だよ、四発空振りしてんだよ、5発目で倒れたけど、まだ左打ってんだ。だからびっくりしてるよ、自分で。そして、控え室まで歩いて帰ったと言いますが、そこで動けたくない。帰りの道中、一本の棒があり、しかしそれをまたげない自分に気づいたと言います。その後半年ほど道場に行かず、大山松田氏に、これまでの稽古ではとても太刀打ちできませんから、ボクシングをやらせてくれと意見したといいます。当時のタイにおいてもこの出来事は大事件であり、その3年前にも空手家が5人挑戦に来て素手で戦ったといいますが、全員早いラウンドでノックアウト負けで話にならなかったということもあり、絶対に勝てない、何ラウンドまで持つかという話で持ちきりだった中、その結果に翌日の新聞などで大きく報じられることになったといいます。私はこれからも歴史の転換点、大事件、それらを皆様にお話しさせていただきたいと思います。ですのでぜひ高評価コメントの方よろしくお願いいたします。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。